アガメムノンは、イギリス海軍の64門3等級戦列艦。アーデント級。ニューフォレストのビューリーガーにあるバックラーズハードで建造され、1781年4月10日に浸水した。1809年、ラプラタ川川口で座礁して失われた。アメリカ独立戦争の最中に浸水したアガメムノンは直ちに任務に投入された。最初に、 東インド諸島に派遣されることになったが、その際イギリス海峡で大規模なフランススペイン艦隊を発見し、そのニュースを海軍本部に報告するためにイギリスに戻った。アガメムノンはその後海峡艦隊に加わった。1781年12月、ブレストから西インド諸島へ向かうフランス艦隊という総体を、 阻止する任務を帯びたリチャード・ケンペンフェルト少将の12隻の戦列艦からなる船隊に加わった。1782年はじめにはリーワード諸島のイギリス艦隊に派遣され、セインツの海戦に参加した。アメリカ独立戦争が終了すると、1793年のフランス革命戦争の勃発まで補完戦となった。1 7十三年にアガメムノンは、保冷所 ネルソン艦長によって最終駅し、フット橋の指揮する地中海艦隊に加わった。この体制は1794年、コルシカのカルビ行為戦で、ネルソンが右目を失うまで続いた。1796年夏にアガメムノンは戦いに疲れて本国に帰還した。ネルソンはその時すでに戦隊指揮官として、軍艦キャプテンに正気を翻しており、 アガメムノン艦上にはいなかった。1805年7月22日、フィニステレ、岬沖を航行していたロバート・カルダー中将が、風上に西インド諸島から来た、フランス・スペイン連合艦隊を指認したとき、アガメムノンは、その指揮下の15隻の艦隊の中にいた。イギリス艦隊は単獣人を形成し、ノームの中で敵と戦った。アガメムノンは、その5番目だった。 戦闘によりアガメムノンは負傷者3名を出し、ウィンザー・キャッスルはマストを失った。日暮れとともに、カルダーは海に散らばった艦隊に戦闘停止の信号を送った。1805年10月21日、アガメムノンはサー・エトワード・ベリー艦長の指揮した、トランファルガーの海戦に参加した。1806年にはサンドミンゴの海戦に参加した。 1809年6月20日、嵐の中ラプラタ川に入り込んだアガメムノンは海津ずに、ない浅瀬に乗り上げ、沈没した。それによる死者はなかった。1993年に、マルドナド湾のゴリティ島の北で残骸が発見された。海洋考古学者メンサンマウンドの探検によって、残存物の記録が行われ、またいくつかの人工物が回収された。アガメムノンは、 パトリック・オブライアンによるベストセラー小説、オーブリーマチュリンシリーズの第4巻、攻略せよ、幼少モーリシャスにて、ジャック・オーブリーがかつて会議として乗り込んだ巻として言及されている。ありがとうございます。